カシハサマ水道は、高知県と佐市と須崎市を結ぶ、旧県道スク線にあるトンネル。2019年現在、県道スク線は、国道56号の一部となっており、現国道56号は新名古屋トンネルを通る、ルートに変更されているため、旧道となったこのトンネルは、付近の住民の生活道路として利用されている。土佐市道班が森かし、佐古線と、 須崎市市道名古屋峠線をつなぐ延長76メートルのトンネルである。土佐市と須崎市の境界線上にあるため、国土交通省のトンネル点検結果によると、管理区間は土佐市、須崎市とも半分の38メートルとなっている。なお、土佐市など土佐市の資料では、集落名の下子佐古という地名を踏襲した下子佐古水道と表記されているが、 トンネル工工場部の変額には、下市挟ま水道と表示されている。完成は前日の国土交通省の資料で1897年、開通は土佐市の資料で1898年。下市挟ま水道周辺には民家があるため、バイパス道となる名古屋トンネル開通後も2019年現在に至るまで廃道とはなっていない。 カシハサマ水道開通当初の1898年、八年頃は徒歩や人力車が利用していたが、1904年には和車による定期便が始まり、1921年には自動車が通り始めている。カシハサマ水道内部トンネル工口,口は石積み、トンネル内部は側壁外石積みで、アーチ部分はレンガで覆われている。路面は土差し川が未補送か、それに近い状態。 須さ市側は舗装されている。1894年寄港。1898年開通。皇太子殿下行計記念碑1907年。当時の皇太子が行計された際、水道の近くでご休憩され、その記念碑が混流された。1958年12月。名古屋トンネル開通によるルート変更で、使用道としての役割を終える。ありがとうございます。